皆さんこんにちは。本日は北海道登別市にやってきました。登別といえば登別温泉が有名ですよね。今日は登別市で5つ星を獲得した望楼の口登別さんに宿泊します。どのサイトを見てもお客様満足度が高く、この日をとても楽しみにしていました。入り口は大人の隠れ家のような空間、素敵なオブジェが歓迎してくれました。扉を開けるとスタッフさんが迎えてくれます。落ち着いたシックなエントランス、ウェルカムドリンクとドナッシェで歓迎していただきましたよ。こちらは木漏れ日ラウンジ、コーヒーやソフトドリンクは無料なのでお好きな時間に楽しめます。お部屋に案内され、早速ルームツアーをしていきたいと思います。洗脳されたシンプルなデザインと木のぬくもりが調和する開放的な空間は、自宅で過ごすような居心地の良さと適度な非日常を感じさせてくれます。広々としたお部屋にテンションが上がりました。収納がたくさんあるので持ってきた荷物を十分収納することができます。テーブルには旅館オリジナルのお茶菓子が置いてあります。こちらはお茶セットでお菓子とティータイムができます。コーヒーミルとお豆もあるのでコーヒー好きにはたまりません。冷蔵庫の冷たいビールやお茶も無料です。洗面台には女性には嬉しいパナソニックのスチーマーと、髪がツヤツヤになるレプロナイザーのドライヤー、基礎化粧品も充実しています。お目当ての天然温泉かけ流し露天風呂は窓が開けられるので半露天風呂などが嬉しいです。2種類のミキモトのシャンプーとは別に、海外ブランドのアメニティも電話1本で持ってきてもらえますよ。おトイレまで広々としていました。では早速ラウンジに向かいたいと思います。バーゼロさん、3時半から5時半までのお時間は生ビールかフレッシュジュースをサービスしていただけます。札幌クラシックと盛り合わせでまったり過ごしました。バーの雰囲気が最高でした。食事は同僚と合流、夕食は長い廊下を抜けて個室になっています。周りに気兼ねすることなく美食と美酒を楽しめます。札幌クラシックで乾杯。雰囲気もプラスされて格別にうまい。食前酒は可愛いお月見ぶどう入り、甘くてフルーティーなカクテルでした。北海道産のヒラメと鶏つみれの山椒に、山椒のスパイシーな香りが食欲をそそり、最初の一品にはぴったりです。前菜は7種類でどれも美しい。北海道ししゃもの天ぷらに毛ガニの酢味噌がけ、チョロスや黒豚のリエット、ホッキにトマトゼリーのパフェ、どれも美味しくて綺麗でした。サワニワンはたくさんの野菜が入った郷土料理、豚肉の代わりに脂がのった北海道のサーモンが入っていました。
お出汁にほっこりしました。お作りも美しい。バランスのいい中トロは土佐醤油と本わさびで、プリプリの車エビも土佐醤油で、ホタテとガレイは塩ポン酢でいただきました。本わさびの香りがたまりませんでした。オマールエビのガダイブ焼きはパリパリサクサクで、ふわふわなクリームとの食感が最高でした。料理長一押しの炭でいただく創作料理は、見た目も味も香りもパーフェクトでした。待ちに待った北海道産和牛フィレ肉のステーキ、焼き野菜と秋ナスのラザニアも添えてありました。ステーキは泡醤油と落花生ソルトときのこソースでいただきます。脂身と赤身がちょうどよくて、一枚一枚噛みしめて食べました。ソースもどれも香りが良くて、飽きずに完食できましたよ。大好きな土鍋ご飯は北海道ブランド米の夢ピリカ、そのままでも甘くてもちもちで美味しかった。6種類のコーンのものでご飯が止まらなかったです。本わさびを少し乗せても最高でした。赤味噌の味噌汁はカニの出汁が効いてて美味しい。夢のような和洋会食料理でした。全国有数の温泉地登別温泉、乳白色の温泉を心ゆくまで贅沢に堪能しました。サウナは心地よい木の香りを感じながら楽しめます。本を一冊借りてお部屋に向かいたいと思います。一人だけのお風呂は気兼ねなく入れて、ソロ好きには最高です。足も伸ばせる広々した露天風呂で何度も癒されました。温まった体に朝日ビールを流し込む、最高でした。夕食のデザートはゆっくり食べられるようにお部屋に持ってきてくれました。ほうじ茶ブリュレにチェリーのチョコレートケーキ、かぼちゃのモンブランにクレームダンジュ、どれも美味しかったです。一人の時間、 YouTube を見ながらビール、ここ何もかも最高の旅館すぎてびっくりです。いい感じのほろ酔い、浴衣が可愛すぎて一人撮影大会。ではおやすみなさい。おはようございます。朝食で出てくる4種類のドリンク大好きなんです。登別牛乳に野菜ジュース、オレンジとハスカップ、どれも可愛くて美味しかったです。朝食も個室で気兼ねなく、今の時代とてもありがたいですよね。こちらは和食メニューの北海道の新鮮な野菜のサラダ。朝からかなり豪華で、がんもどきにナス、納豆にうずらの卵、わさび漬け、どれもブランドにこだわっています。桜卵の温泉卵もとろとろで美味しかった。北海道産白老牛肩ロースのしゃぶしゃぶ美味しそう。サバの塩焼きは程よい塩味で最高でした。サーモンの醤油漬けは最後のお楽しみ。早速しゃぶしゃぶしていきたいと思います。しゃぶしゃぶは柔らかくてとろけました。サーモンの醤油漬けとイクラとうずらの卵で、大好きな海鮮丼を作りました。こちらが洋食のメニューになります。和食も美味しかったけど、洋食のメニューもすごく美味しそうです。北海道産のソーセージが2種類と、野菜たっぷりのポトフ、
朝から温まりそうですよね。エビとマヨネーズのデビルエッグとハムとドライトマト巻き、スモークサーモンのマリネ、朝からおしゃれな前菜です。冷製グリーンアスパラスープが美味しそう。魚と貝のジェノバ風パスタは袋を開けた瞬間魚介の香りが広がりました。パンをソースにつけて食べても美味しかったです。デザートとコーヒーも美味しくて朝から幸せな気分になりました。チェックアウトまで露天風呂を思う存分楽しみました。ボーローの口さん、今まで行った旅館で一番最高でした。お世話になりました。